はい、こんにちは、たかしです。今日はね、キャンプ、千葉県のリソルの森にやってきました。すげえ遠かった、混んでて。で、今ね、これ同じ敷地内の中にね、売店があるんですよ、そこで。よし、お、ここね。あ、やっぱり記憶にないわ、マキ、俺これ記憶にない、ない買おうぜ。ぐっつり行きましょう。おお、いいじゃん。よし、行こう。はい。温泉行きたい。うん。もうルイ君到着するぜ。おい。お、ね、あそこソロキャンプ用だよ。2年ぶりだよね、本当にね、これ。おい、到着で。このね、こんなすげえところのこの受付があるんですよ。メディカルトレーニングセンター。なんかね、スポーツのあの選手みたいな人たちが合宿しに来るところですもんね。サイト、この端っこのがいいでしょ。来ました。よっしゃ、今日はここです。キャンプね、始めたばっかりの頃にここ来たことがあって、ここ、まあ、思ったよりちょっとちっちゃいけど、なんかでもあのいいと思います。こっちを、こっちをあれだよね、正面にすればいいんだよね、マキね。そうすればあのザ人の目気にならないっていう。いいね。おお、こんな、今日も荷物パンパンでもないけどいっぱいです。そして、はい、また電動キックボード持ってきてます。アサリバターチップスだって、うまそうなのさっきゲットしました。うん、うまい、うまい、うまい。マジで今日66ベースで来たんですけど、敷地パンパン状態です。ペグが打てないかも。ペグじゃないよ、ガイロープ。で、その隣でママはご飯を作ってくれてるという。いいね。ハハハハ。
焼肉一枚食いて。焼肉これ。うん。濃い匂いがする。よし。よし、できた。無理やり狭いところにこんなペグダウンして、おお、こっちのフロント側もちょっと工夫して、こんなもはみ出してる感じですけど、まあ、くっついた感じ。なんか入り口ここの方がいいかな、こっちじゃなくてね、こんなコンクリートのとこじゃなくて、 ここにする。そこにガード立てようか。じゃあね、せっかくだから。よし、まだね中途半端ですけど、なんか仕上がってきましたよ、こんな感じで。いいね、今日こんなスーパー開放的な感じになっております。いいね、これ人の人目マジでこれ 0% じゃない。こんな感じです、こんな感じ。フロントもサイドとフルオープンした状態で、おお。こっちはこんな感じね、もうほらクロース、車側も関係ないね、人の目。いいじゃないですか、こんな感じ、最高。よしよし。そしてママが今日はお好み焼きを作ってくれたんで、昼飯はお好み焼きで。お、いいね、最高じゃん、マキこれ。おお、いいっすわ。なんだよこれ。はい、お好み焼き、いいね。よし、はい、お好み焼き完成です。よし、よいしょ。ああ、してまだ、うん、でもまだ完成してないよパパ、労働がまだこの労働が残ってんだよ。いただきます。はーい。ああ、うまいに決まってるわ。美味しかった。うん、2人キャンプとはるいくんちょっとやっぱ違うね。生好きだと料理が特別、うん。じゃじゃじゃん、意外にこの中明るいという、変形自在なタープみたいな感じです。じゃ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 ん、最高ね、マキ。うん、おう、いいじゃん。今年の夏キャンプはこれで全部カヤモードにして、それでやってみる。シミも気にしなくていい。そうだね、広いし、広いし、あっちのなんかあのレイクサイトの方も日なたでなんか気持ちよさそうだね、あっち、うん、ね、すげえ太陽が来てるんだあそこ、うん、っていうか違う、俺たちも太陽来てんのか、来てんの、これがタープで、タープ代わりになっちゃってるから太陽来ないだけか。そうかも、俺の大好きな太陽が、うん、日焼け大好きとしてはちょっとね寂しいんだよね。でも多分目隠し使わないと思うよ、アルファード大丈夫、うん、目隠しにしちゃうから。パパ、あとどのぐらいで終わる？まだもうちょっとかかるな。
あ、いいね。早速。はい、完成、オットマン二郎。はい。最高。こんなでっかいの持ってきたんだよ、モノポリー。やべえ、もっとなんかカードゲームみたいなやつ持ってきたのかと思った。モノポリーってこれだ。やば、いいでしょ、やろう。じゃあ後でね。え、今やれた。まあ今でもいいけど、でもまだ全部作業終わってないんだよね。この作業終わってからの方がいいよ。よし、じゃあこれ深爪を展開しよう。どこ？全然平気。ちっちゃいんだよ。俺マキ深爪見るの初めてかな。この家の中では見たことあるけど、キャンプ場でこうやってセットするの。こないだ持ってったのとは違うんだ。ジュンちゃんたちと、あ、ジュンちゃん、ジュンちゃん、エイコちゃんの時。そっか、じゃあやっぱり見てるわ。それ？そう？うん、そう、それと一緒。じゃあ見ていたね。カモン、こういうググググいけ。よし、危ないよ、はい、おトイレ行くよ。組み立てて。組み立てられるわけねえよ、嘘ばっかり言ってやって。俺が組み立てを引かれるわけないよ、そんなの。わかるわけないよ、そんな。来たの？違うよ、小型なんとかかんとか。小型車？行こう。小型キックボード。小型。ダメダメ、目玉焼き。もっと正面にちゃんと映して。もういいね。もっと正面を映すにはこっちの手にしないと無理だ。撮れたら正面とか映したり撮るのはこっちの方がうまいから。うん、ここら辺ちょっとヤバそうじゃない？大丈夫だよ。ほぼ都会みたいな感じだし。イエイ、オッケー。じゃあ新しくちょっとご飯屋さん映してみて。ご飯屋さん、あ、いつの間にかこんなご飯屋さんができているので、今度はいつもの俺たちの得意なパターンで、この上に後で温泉行きますから、すげえ綺麗な温泉があるんで、温泉入った後あそこで食事をするっていう、そのパターンで、次回は行ってみたいと思いますね。最高だよね。うん。じゃあ帰ろう。ね。ボードあればおしっこ完璧だね。うん、ママは何で行くんだろう。これで行くんじゃん。
いや、ママこれ乗れないと思う。乗れると思うよ。聞いてみる。なんで今作動したの？分からん。謎の原理、ポルターガイスト。この真っ昼間からポルターガイスト。中に到着。よー、ママトイレ何で行くつもり、はい、歩き？これで行ったら、マッキーもトイレ最高。うん、クソ早いけど何で行くつもり？じゃあママもそれで行こうかな。ママ運転できるな、うん、できるよ。いいね、焼きそばも入りました。よいしょ。これどういうか、はい、うん、ストーブ、これ焼きそばの鶏肉一番上。信じらんない。ルイ君食べる？鶏肉焼きそば食べてみたら、めっちゃうまい。いいの、やばい、初めて食べた。一番合うかもしれない、これにしに。めっちゃうまい。っていうか、その状態でまず食べてから、うん、これにしぶっ込んでもらうと分かりやすい、ね、すっごく分かる。じゃあ、物取り用に締めます。パシャモヤワナナフシモヤボフシワヤボナナボンビンエ今からお風呂行ってきます。さっきのあのお風呂はね、入りたい放題。オフロード走行。薪って何時まで買えるんですか？5時。今何時ですか？4時20分。じゃあ買わないとダメだ。1個ください。これ1回置いてくるわ。じゃあ行ってらっしゃい、バイバイ。スルイ君さ、どっかその辺で待ってくんない？1回スルイ君、これだ。よし、行こう。よし、こっから上がっていくと、これだ。ゆうくん、これっす。
よし。広いんだよね。一番奥だよね、確か。あ、もう最高のお風呂でした。最高だね。行こう。戻ろう。のぼせた。いいっすね、燃料。よし、じゃあ焚き火始めていこっか。よし。足でやろうとしたんだけど無理だったんだよ。おい、これも入れて。いいね。わしゃおしゃなわなおたりや。おお。もうちょっと強く。お。おお。おお。一本入れて。おお。いいね。うわ、やべ。なんだっけ、夜ご飯、タコス。おい。はい。つけると熱すぎるし、消すとちょっとうっすら寂しいし。微妙な難しさの。Thank you。食べながらでもいいですか？すごい。アルミホイルで置く場所作ってあげてもいい？野菜たっぷり。オッケー。ここに置いていいから、それ。うんま。食べながらやろ。ダメやろ、すごい。ダメ？食べながら。甘いでしょ。うん。パパ食べながらダメ？大丈夫だよ。じゃあ、あれ？次誰の番だっけ？おー、うん、パパじゃないっけ？ルルタンがずっと待ってたっていうことは、うん、パパパパタッチ。
トイレまでね、ここのキャンプ場はきついなっていう。割と遠いですからね、これね。乗ってきて大正解。今回はね、すげえちょっとね、快適に寝れましたよ。なんか久しぶりにいい感じだった。ちょっとね、後で今戻ったら、道具の話をね、快適に過ごす道具の話をしたいと思います。すげえ朝飯が出てきました。すげえ。ふう。いやあ、温まった。うどん作ってくれました。ではですね、もうゴールデンウィークも今近づいてきてね、キャンプまたどんどん行く人たちが増えてくるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、今回すげえ快適なキャンプになったんですが、やっぱりね、こうギアをその季節季節に合ったものをちゃんと用意していくと最高に楽しめると思います。で、もう本当に5月目の前で日中は20度超えてて暑いんですけれど、やっぱりね寒いです。めっ
ちゃ料理みたいな。ああ、ママがご飯作ってくれたからね。いや、ちょっと一気に暑くなってきたんで、ちなみにジャケット脱いだんですけど、じゃあね、手持ちで撮影で一気に行きたいと思いますよ。まずね、じゃん。まあなんといってもやっぱりあの焚き火大切です。で、春ゴールデンウィークぐらいのこれキャンプだとしても、このねセットアップね、やっぱりあの後ろにリフレクターくっつけてっていうね、装備がねあった方のがやっぱりあったかくてね快適です。で、薪はねこれ3束ぐらいね持ってくるとちょうどいい感じですね。そうすると、まあ、昨日の夕方ぐらいからもう寒い思いしないで、朝もずっとねいい感じで焚き火できると思います。まあ、僕は今もこの層のボックスに入れてきてるんですけれど、これやっぱりね快適キャンプの秘訣で、まだまだやっぱり春といってもお尻が冷えるんで、こういうねキャンプチェアのところになんかあったかいのあるとね、あのいいと思いますよ。え、焚き火から寒い、こっちあれはなんか 逆行ってっからいい。そして、テントなんですけれども、今回はねファミリーキャンプ でママと息子と僕と3人の、まあ、よく一番多いスタイルのファミリーキャンプの人数だと思うんですけれども、このねやっぱり大きめの今日はシェルターで来ました。でシェルターだと何がいいかっていうと、まあ、設営が簡単なのと、あとね中でちょっと行きますよ。こんな感じでですね、うわめっちゃあったかい。こんな感じで中でね、あったかいな、これちょっとサウナみたいになってきてるな。あのうわもう曇っちゃった、暑くてやばいな。ちょっとこれ開けよう。サウナみたいになっちゃってるね。はい、続きか再開。いやもうサウナみたいになってた。でそのサウナになってた原因がこれストーブなんですけれども、やっぱりね朝晩はストーブね持ってた方がいいと思います。快適に過ごせる、結構冷えますからねやっぱりね。でそのシェルターのいいところっていうのはこういう感じで、ぬくぬくと中でご飯食べたりしてこう過ごすことができるっていう、まあそういう感じなんで、これね最高ですよ。で今回ママとルイはテントの中で寝たんですけれど、僕はここでコットで寝ました。でコットで寝るのも全然いいんですけれど、やっぱりね下にこのねグランドシートね1枚敷いておくだけで、あの全然寒さが変わってくるので、冷気遮断できるので、これねやっぱりおすすめですね、このスタイルで。まあいつものようにコットがあって、スポンジがあって、エアーマットがあって、でシラフがあって、でも途中ダウン着たまんま寝たら汗かいて起きたぐらいちょっと暑かったんで、もう半袖で寝た感じですね。こんな感じで、あと快適に過ごすためっていうのは、まあ、そのぐらいかな。で今回はこのね目隠し子は使わないで済んだ。前回の初めてここにこうねワックの目隠し立てたんですけど、今日はまあご覧の通り人の目が気にならない感じなんで、まあ、こんな感じかな。いいよ、それ抜いてこっち持ってきて。あれ？脱出編。オッケー。脱出完了。
ッケー。真ん中ぶっ潰す。真ん中潰してぺったんこにするの。閉めないと。オッケーオッケー。あとのは全部閉まってる。したら、真ん中ぶっ潰す。おいわ。早いわ、助かるわ。ちょっとごめんね。早かったね、テント畳。助かる。で、カバーの前にあれだ、あのロープ。ロープ。あー、めっちゃ来たよ。えい。うん。下。もう少し真ん中に照らした方がいいんだよ。もう一本あるでしょ。あ、もう一本あったあった。こっち側に、はい、じゃあパッルイの方に転がします。はい、はい、ヘルタンが今こっち入れてたから、お、こっちも、お、で、閉めたよ。ナイス。なかなかキャンパーだね、お前。さすがスリー。よし。よし。完璧だ。完璧。よし。ここ歩く。ここ歩くの。おお、すげえ、これでかいでかいでかい。見てよ。やばい。パパ尻尾切らないようにね。これ。温泉です。最後またね入って帰りたいと思います。よし、お昼ご飯中華屋発見しました。というかまだリソルの森の近くでいます。すごい、いろんなの来ました。ほい。